皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。31チャンネルでーす。私がマックを何個食べれるかというねチャレンジをね今からやっていきたいと思います。皆様楽しみに見てくれたら嬉しいなと思います。一応ここにはですね22個しましょう。前の動画をね見ていただくとね全部と師匠がね何個食べたかっていうのがね分かると思います。じゃあ今から行ってきます。頑張れー。行ってらっしゃい。じゃあまず一つ目をねじゃあ温める時言ってみようか。温かいものがいい。すぐ行くでね。温めに行きたい。温めたい。さ、冷えてるっていうことさ、あんた温めるって言うとさ、これ冷えたのの残りっていうことがさ、ね、もうバレバレじゃん。これ動画がさ、もう、まあこれ、正直に言うとこれすごい冷えてますよ、ね。まあしょうがないんでね、食べ過ぎなんでね、このままいたします。じゃあ1個目に行きます。マクドのハンバーガーですね。ちょっと話ちょっと逸れちゃいますけど、師匠はね、もともと関西の方なんでね、こっちはマックって言うんですけどね、師匠はマクドって言うんですよ。ちょっとマクドが映りました。じゃあいただきます。いただきます。ゴーゴー。専務の嫁がいるんですよね。専務の嫁が京都ということでね、今日が大阪の高槻なんで関西の話をそっちでします。あ、早いな、たっちゃん。早いな、余裕だよ。もう余裕、ここ洗えばいいな、余裕。寂しくはないけど、喋ることがない。これ2個目完食です。すごい。まあそこまではね。ここまではね。ここまではね。2個目なんか全然すごくないよ。2個目完食。3つ目。これダブルじゃないんだよ。ダブルいきますね。まあちょっとね、全然まだあれですね。今腹何分目かって言ってるとまだ 0.5 ぐらいですね。さあこれ3つ目4つ目ダブルですね。ダブルですね。うわビッグマックになった感じ。まさに、うん、美味しい。全然温めた方がねやっぱ全然食べやすいですね。そうね、柔らかい。そうだね。ペース上げていきたいと思います。じゃあ5個と6個もダブルでいきます。ちょっとね先ほどの動画で専務とね秘書がね不甲斐ない結果だったので私がちょっと頑張らないと。普通にしてたらすごい方だ、ね、というところでね5個目6個目お待たせしました。いやお待たせ しすぎたかもしれません。危ない大事なのに危ない。5個目6個目行かせていただきます。まだお腹で言うと2ぐらいですかね。大食いの YouTuber の人ってこれなんで太らないのかなってこんだけ食べてね毎日ね。いいじゃん6個完食です。ここからがまだね、どっかが最後にやばい。7、8でいきます。これでしょ、こんなの。すごいよ。何言ってます全部でしょ、何言ってます。すごいよ。ダブル。まだダメなんですけどね。まだ大丈夫、まだ8個目。これで、これ2社に並ぶの、それ食べこれで7個、8個、8個、8個で。実は別に3の今、ちょっと入ってきたんですよ。出してきました。いきます。じゃあ7、8。年中できるで、ハンソルなんだよね。え、ハンソル？ハンソルだよ。やりました。え、それよく言われるんですよね、ハンソルって。カードを言ってませんでした。まだあります。いろいろ。あった。あった。あった。やっぱここら辺だよ。全然この辺からだ。8個目がもう全部口の中入ってますね。でも、そうですね。まだ全然。もう一回ダブルで。9個目、10個目。全部自分の好きなのが少ない。はい。それは私顔が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 顔で売りたい、実は売りたいの。売れるなら売りたいけど、顔で売ってないです。ほんとね、でも結構普通ですね。顔が売れてるんですよ。あれ、これ、これ、落ちてる、落ちてる。うん。まだいきますか？まだ、6個。10個。
あと何個いけます？3つぐらいいきますか？いや、いけるな、いけるな、いけるな、これ、いけるぞ。じゃあ、まぁちょっとこれ、見せよっか。よっしゃ、ね、たぶん、頑張ればいけますね、これ。じゃあ、ラストスパート。いけらっしゃい。いけらっしゃい。じゃあ、また2個食いで、ちょっと。いや、すごい。もう、ゲームいって。もう、食べれません。もう、食べれません。もう、まだ広がらない。結構でした。私の記録はね、10個でした。あんま食べれなくてすいませんでした。皆様、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、また、バイバーイ。バイバーイ。